はい、断酒の841日目ですね。山口俊です。お酒やめてまあ2年半くらいっていうことで、いくつか今のね自分が思うことっていうのを冒頭にお話しして、あと後半ですね、断酒アルコール関連のトピックでね、まあアルコールが脳に与えるダメージの話をねちょっとしたいなと思っています。まず841日目の断酒なんですけど、意外とねもう1年くらいまでは本当に毎日こうね1日目ってこう数えてたんですけど、もうだんだん気にしなくなってきたなっていうのはいいことだなっていう中で、まあ、今現在のね自分がこう断酒をしていて感じられるメリットっていうのはまあ大体4つくらいかな。その一つはね、やっぱりこの思考力っていうか、当然その酒に酔ってるとかね、酔いが残ってるなんてこともないんで、やっぱ思考は当然こうすっきりしますよね。なのでね、考え方としてはね、やっぱりこうめんどくさいことを先に片付けちゃおうかなっていう考え方に変わりました。その方がなんか時間とかね、有益に使えるような気がして、結果的にはそっちの方がね、良いんだなっていうことが分かってきたんで、ちゃんとこう予定とか立てれるようになったしね、お酒を飲んでた頃っていうのは本当に、全部がめんどくさかったなって、予定立てるもめんどくさかったし、嫌なことはもう後回しにしてたんですけども、今最初にそこを片しちゃった方が、自分が楽だなっていうのは分かったんで、思考が本当にこうすっきりしてきましたね。まあ、それが1点目かな。はい。あとまあ2つ目はね、これはもうお酒やめたその日からですね、プラスに転じるんですけど、まあお金がですね、マジで溜まります。少なくとも減らなくなります。やっぱりのんべえだった頃のね、酒代っていうのは、本当自分の収入の多分半分ぐらいいってたと思いますね。まあ少なくとも宅飲みでもですよ。だから 500ml のビールを毎日6本とかね、7本とか飲んでたわけじゃないですか。まあそれだけでもでかいですけど、まあそれに加えね、こう外に飲み行くのもやっぱ好きだったんで、まあそこで使うお金っていうのはもうね、宅飲みの日じゃないですか。じゃあもう年間いくら使ってんだっていう話になるわけですよ。お酒だけで。まあ、僕の飲んでた頃の多分収入の半分くらいは、リアルにですね酒代に消えてたと思います。はい。それがなくなったっていうのは、まあ、たとえねこう収入は増えてなくてもですね、だいぶ楽にはなりますね。はい。そういうことです。お金がマジで貯まると、まあ、減らなくなるっていうことが一つ言えるかなと思いますね。はい。あとまあ三つ目なんですけど、これねやっぱ友人とか仲間っていうのはまた増えますね。で、まあ、お酒飲んでた頃のね、仲間とはまた別のフィールドでの仲間っていうんですか、はい、まあこう新しい扉が開くなっていう感覚ですよね。断酒したことによって、はい、まあ、新しい生活とか新しい世界っていうのがね、新しい扉が開けてくるっていう部分での友人仲間っていうのは増えるかなと、それまでの過程かなと思えば、まあ、一瞬こうね世間が狭くなったと、で酒に紐づいたもん全部こう封印したりするじゃないですか。まあ、その時にね、かなり辛いかなとは思うかもしれないんですけども、もう断酒1年2年続けてください。本当にもうね、新しい世界が始まりますから、はい、もうそういうことですね。新しい友人や仲間が増えますということですね。やっぱり酒やめてからね、本当に充実してるなと感じられるのは、同時にこう体力とか気力も回復するっていうことでね、特にこのスポーツとか運動とかっていうのは、まあお酒やめた人にとってね相性が良いということで、まあ、のんべえの頃だった自分とはね考えられないような別の楽しみが増えたっていう意味でね、体力気力は目覚ましく回復します。はい。そんな感じで、でここからですねちょっと後半ね、まあ、ニュース的な話で、断酒アルコール関連のトピックなんですよ。でアルコールが脳に与えるダメージね、これ非常に危険だっていうふうに言われてるじゃないですか。でそんな中、まあ、最新のですね研究結果というか、脳の回復に関する新しい研究ですね、
はい。で、断酒が脳に与える回復効果についての研究が今注目されていますということで、これですね、約7ヶ月間断酒をした人がですね、まあ、脳の大部分で、こう皮質ですねの厚みが著しく回復することが確認されたと。要は脳の機能がですねかなり回復したという話なんですよ。断酒7ヶ月しただけですね。でこれによってアルコールが脳に与えるダメージが断酒によってある程度回復するんだということが分かってきたんですね、はい、でそのくらいこうアルコールが脳に与えるダメージっていうのは深刻だと、まあ、具体的な例としてはね4つくらいありますよね。で1つ目がこれがですね衝動的な行動や判断力の低下ですね。これまあ意思決定を司る部分というのは前頭葉にあるんですけど、まあ、そこが大きなダメージを、まあ、飲酒によってね大量のアルコールによってダメージを受けますというのが1つ目ですね、はい。まあ、衝動的な行動判断力の低下、これはよくそのね酒酔いの、酔っ払い特有の行動っていうのは多々あると思うんですけど、まあ、そういった行動になって現れますね、まあ、先日もちょっと痛ましい事件がね ありましたよね。あれね実は僕の地元なんですよ、はい、そのだからね某運送会社もね知ってますよ、はい、で結構大きい会社なんでアルコールチェックとかがね抜かりがあったとは思えないんですけど、おそらくその事故を起こしたドライバーですかは多分隠れて飲んでたんでしょうね、まあ、相当な多分アルコールの問題抱えてた人だと思いますね。結局アルコールってやっぱり避妊の病っていうじゃないですか。なるべく見えないように、隠れて飲むくらいになってたんでしょうね、おそらくね。職業がドライバーだったっていうことなんで、はい。まあ、そんな行動にもつながるっていうことですね、はい。で2つ目なんですけど、これ重度のね記憶障害、これ海馬ですね、海馬の方にやっぱダメージがいくっていうことで、記憶がですね飛ぶとか、記憶損失するっていうことが長年飲み続けてると、アルコールがですね脳に与える影響として出てくるっていうことなんで、まあ、一時的なね飲んで記憶が飛んじゃったっていうのはまた違うでしょうけれども、まあ、あれはブラックアウトですね。それではなくてもっと長期的な影響として出るのが海馬ですね。こっちはもう記憶の方に来ますということなんですよね、はい。で3つ目がですねこれはよく言いますね、脳の萎縮ですね。これ思考とか計画とか問題解決能力が著しく低下しますということで、これはまあいわゆるボケ認知症の一つとして、はい、やっぱり長い期間ね影響っていうのは長期的に潜伏してやがて出てくるっていう部分では、脳の萎縮っていうのはねこれアルコール飲み続けた人の影響としておそらく出てくるんですよね。だから僕なんかも今お酒やめたじゃないですか。やめたけれどもやっぱり30年間ぐらい、まあ、浴びるように飲んでたんで、今後わかんないですよね。60とかね70になってきた時にもしかしたらそういった影響は出るかもしれないですよ。ただ今やめてるだけでだいぶですね脳の機能自体も回復してくるってことは一つには言えるんですね。だから認知症の予防とかにもなる、強いては脳萎縮の予防になるということですね、はい。でもう4つ目なんですけど、これがメンタルへの影響ですね。やっぱりアルコール飲み続けてですね脳がダメージを受け続けると、これがやがてうつ病とかですね不安障害ですね、精神疾患になって出てきます。まあ、その端的な例として言えばね、やっぱアルコールやめた時に必ず出るじゃないですか、離脱症状とか禁断症状。これも酒うつみたいなもんなんで、やめた時にパッと影響して出てくるものですけれども、はい、そういったものがですね少なからずお酒の影響として出てくるっていうことですね、はい。ただこれらがですねいずれも断酒によって回復することが最近の研究では分かっているってことなんで、はい。まあ、お酒ね、まあ、この動画見てやめたいなと思ってる人はですね、今日今からやめてもですね、遅くないです。はい。そんなわけでね、断酒841日目の話として、
まあ、なるべくですね、自分の今を伝えるような話をしながらですね、時々こう、ね、トピック的な話もしていければいいかなと思ってます。はい、チャンネル登録もね、よろしくお願いします。ご意見、ご感想、リクエストなんかもね、お待ちしてますって。ありがとうございました。